2015アルディはドイツに基盤を置くディスカウントストアのチェーン企業。名前のアルディはアルブレイクとディスカウントの略名。世界中に9000店舗以上で展開するボックスストアの最大手チェーン。全米でも1000店舗を超えている。アメリカではイリノイ州シカゴ郊外に本社を持つ。アルディの元々の顧客は低収入層、大収層、エスニック層で、 立地の多くは安全とは言えない地域でもあった。ウォルマート同様、顧客層の変化に合わせて広くて明るい店づくりと、中級層の顧客に対応した低カロリー商品の品揃えを増やしている。扱い商品は限定の激安価格で、その95%以上が PB 商品であること、通常の食品店の買い物における75%程度は取り揃えていること、 低販売管理比率、従業員に対するケアが非常に良い、等が特徴である。店舗の大型化を進め、多くの店舗で最高用の窓を付け省エネも行われている。出店が少なかったニューヨーク市証券にも進出し、2010年内にはニューヨーク市内に出店した。1000店舗目の店はコネチカット州ニューヘブン市にある。商品を安く売るための仕掛けが随所に見られる。 競合するボックスストアチェーンにはセーバーロット、フードベーシックなどがある。創業者のカール・アルブレヒトとテオ・アルブレヒトの母親が1913年にエッセン郊外に小さな食料店を開いたのが始まり。父親は炭鉱夫で、後にパン屋で下働き、カールはデリカ鉄線で働き、テオは母親を手伝っていた。カールは 近所の安うじ専門店を買い取って商売を始めるが第二次大戦で従軍。戦後母親の店を吸収する形で1946年に兄弟でディスカウントストア事業を始め1950年には13店舗まで広げる。低価格にするための二人の徹底した工夫と管理が功を奏し1960年には ドイツ国内に300店舗を数えるに至り、1962年にアルディを社名にする。タバコの販売に関して、兄弟で揉めたことで会社を2つに分け、カールがアルディシュッド、テオがアルディノールを担当する。ドイツのほぼ全家庭が年に最低でも1回はアルディで買い物すると言われるほど人気の流通チェーンに育ち、兄弟ともに世界トップクラスの資産家になる。 2000年代に兄弟とも事業から手を引き、アルブレヒト家の人間は誰もアルディと関わりを持たなくなった。ありがとうございます。